カルパトス県は、ギリシャ共和国の南エーゲ地方を構成する、行政区の一つ。ドデカニサ諸島南西部のカルパトス島などからなる。ドデカニサ諸島の南西部に位置する。ドデカニサ諸島で2番目に広い面積を持つカルパト、ス島と、その西南に位置するカソス島などの島々からなる。最大の集落は、カルパトス島南部の東岸に位置する、カルパトスの町とも、人口、 約2000人である。カルパトス島の北端にはオリンボスの村がある。カソス島の人口は約1000人で、フリなどの集落がある。ドデカネス諸島の自治体、カルパトス県は以下の自治体から構成される。面積の単位は、経平方メートル、人口は2001年国勢調査時点。ドデカニサ県の旧自治体現在のカルパトス県の地域は、 かつて広域自治体であるドデカニサ県に属していた。カリクラティス改革に伴いノモスは廃止され、その県域は分割されて行政区としてのカルパトス県が成立した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。旧自治体名欄で印を付したものは木のティタ。それ以外はディモス。 成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。ありがとうございます。